老人チキンタツタスペシャルコンビとおじさんやばすぎ、いっぱい頼んじゃったいっぱい頼んじゃった、嬉しい。もうなんか並べるの大変です。ボリューム満点。なんだっけ、おしたきた。はい、これがおろしたつたチキン、これがおろしたつたチキンの香味醤油。なんかね、ポン酢と香味醤油が選べます。私は香味醤油にしました今回は。またね、このタツタってなるとさ、また食感とか味とか変わるなと思ったんで、チキン系制覇ですこれで。よし。でこれが肉野菜炒め。これね、なんかネットでホットモットランキングで調べると意外と10位以内に入ってるの、この肉野菜炒め。すごい気になっちゃって買いました。あとこちらがですね、スペシャルコンビ丼なんですけど、唐揚げとあとカットステーキが乗ってます。でニンニク醤油だれっていうのがかかってるらしくって、プラスカットステーキ用のこちらステーキソースです。このね、ニンニクだれみたいなやつがこのスペシャルコンビ丼にしかかかってなくて、なんでそれがねすごい気になったんで、ちょっとねこれも買ってみました。もちろん全部は食べれません全部は食べれないんですけど、ちょっと食べたかったんで買っちゃいました。残ったものはね冷凍します。でこっちがねはい、でこれがカツとじです。2時から6時までの間だったらおかずのみの商品が30円引きなんですけど、受け取れ6時にしたので、このカツとじとこの肉野菜とチキンタツタは全部30円引きになってます。そうで、ご飯があるのはこのスペシャル丼だけ、だからおかずだけのやつを私は3つ頼んで、この丼を頼みました嬉しいそう、迷った時は全部買え、これですこれデブからの教えですよ。迷った時は全部買え、はい、はい、それではいただきます。じゃあ一回ベジファーストってことで肉野菜炒め食べようかな。ホットモットやっぱさ、枝豆押してるよね枝豆入ってる。あとはキャベツともやしと玉ねぎ人参って感じかな。結構野菜、お肉よりも野菜がめちゃくちゃ入ってますね。いただきます。めっちゃ美味しい。わ、なんか思ってたよりすごい本格的。うん、ね、野菜もねシャキシャキで、これ何味なんだろう、醤油っぽいのかな。なんかね、思ってたより本格的な炒め物な感じです。うん、ちゃんとご飯が進む味になってます。あとは本当にねめっちゃ野菜入ってるんで、これなんか野菜不足だったり、あとはねお肉もしっかり入ってるし味もしっかりしてるからめっちゃ満足感あるんですよ。そうだから、すごいお弁当だけどすごいバランス取れるお弁当になる気がする、この肉野菜炒め。人気な理由もわかります。うん、うん、ちょっとお米を、うん、うん、お米ともめちゃくちゃ合う。結構おすすめ。わ、これいいな。めちゃくちゃ食べ応えがある。しかもエリだったらこの肉野菜炒め弁当とあとトッピングで唐揚げとかちくわ天とかあるから、ちょっと揚げ物食べたいなっていう時はそれをプラスする感じがベストな気がする、個人的には。え、めちゃくちゃ美味しい。
うまい。じゃあちょっとこの丼のやついってみようかな。このタレの唐揚げすごい気になる。こうやってね、なんかねタレがかかってるんですよ。で丼ね開けた瞬間もねいい匂いしました、すごく。これはずるい。やっぱホットモットの唐揚げ自体めっちゃ美味しいじゃないですか。でさらにそのニンニク醤油ダレでめっちゃねガツンとパンチがあるんで超ご飯進む。ずるい、このニンニク醤油ダレは。しかもこのお弁当でしか食べれない感じがずるい。あの高校生男子が好きそうな味って感じ。めちゃくちゃ美味しい。やったー、ステーキー、豪華、めちゃくちゃ豪華このお弁当。うまっ。ステーキ柔らかい。グリーンショウガ、うん、合う。最強お弁当を見つけてしまったかもしれない。おいしい。ステーキソースがねまたステーキと合っておいしいんですよね。ね、メニューに肉増しあるんですけど、肉増ししなくても結構量入ってます、ステーキの。うん、このね唐揚げには合うんじゃないかなって。ちょっとマヨネーズセンサーが反応しました。絶対美味しいよね。合わないわけないですよ。うまいな。幸せすぎ。ちょっとこのおろしチキンタツタの香味醤油な感じ。うん、うん、うん、ザクザクなことある。え、すごくない？
まあ、持って帰る時間もあったし、すごい時間が経ってるわけじゃないけど、サクサクなのかなみたいな感じで思ってたら、ザックザク、ザックザクよ。すごい。こんなにザクザクなチキンタツタ出会ったことない。そのくらいすっごいザクザク、めちゃくちゃ美味しい、おすすめです。個人的にはこのおろしタツタのやつね、半分はおろしで食べて、半分はタルタルソースが20円ぐらいで買えるはずなんで、タルタルソースとか買って半分はタルタル、半分はおろしで食べるっていうのが良さそうな気がする。どっちも楽しめると思う。え、すごい、びっくりした。ザクザクすぎて。企業努力ですね、本当に。カツとジも卵美味しい。ちょっとね、順番食べてったからちょっと時間経っちゃったんですけど、こんな感じ。なんかほんとカツ丼ってこれだよなっていう美味しさ、めちゃくちゃ美味しい。今回ねカツとじの方を食べたんですけど、カツ丼も食べてみたいなって思う。一緒に食べていく感じもめちゃくちゃ美味しいんじゃないかな。ちょっと甘めな感じでも塩気もしっかりあります。卵もね、多分出来たてだったらもっとトロトロで、あとネットで調べた時に出来たてだとカツもねちょっとまだサクっていう感じが残ってるらしくて、だからね出来たてでね食べたらもっと美味しいと思います。え、なんか結構最強メンツを買ってきてしまったかもしれん。全部美味しい、めちゃくちゃ美味しい。すごいのはさ、ちょっと冷めてきてもお肉とかねすごい柔らかいまんまなの。それがすごい。結構冷めてくるとさ硬くなるイメージあるけど、全然そんなことない。それがすごい。やっぱさお弁当屋さんだからさ、なんかそういうのも考えられてるんだろうなって思う。